大崎行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は10両です。まもなく2番線に湘南新宿ライン大崎行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。ここは日曜駅です。動画出すのがかなり遅いですが、今回は渋谷駅の工事を見てきたので、その様子をお届けします。普段見ることができない大崎行きです。いつもは宇都宮や新宿と表示されてます。線からの大崎行きが来ました。 E233系なので臨海線で見ることができます。
次は終点大崎です。7番線到着、お出口は左側です。大崎からのお乗り換えのご案内です。山手線内回り、北側、東京方面こちらの車両が1番線、山手線外回り、渋谷、新宿方面こちらの車両が3番線に2つで東鉄線直通列車は新宿駅まで行って戻ってきた時の本来のダイヤで運行しています。なので大崎駅に到着後しばらく7番線で停車します。しかし、湘南新宿ラインは高崎や宇都宮まで本来のダイヤで運行してしまうと、大崎駅での待機場所がなくなってしまいます。ですから、湘南新宿ラインは運用を多少崩して運行してます。埼京線への直通列車を運休して運行してます。最後に大崎駅始発の海老名駅の表示をご覧ください。13時44分の商店直通の駅です。場所までお出かけの際をお願いします。